どうもライジンボーズですさあ早速やってまいりましょう高速タックル格闘技界隈平本蓮と朝倉美久留の因縁編叶うと思います ということで、先日行われた、ヤーマンプロデュースのファイトクラブ。朝倉みくるが、ヤーマンに衝撃の77秒出身 KO 負けを喫したことで、大きな話題となりましたが、格闘技界の話題をさらった出来事は、これだけではありませんでした。この時、朝倉みくると、長年因縁の関係にあった平本蓮が、まさかの反応を見せたことで、多くの格闘技ファンの予想を裏切る展開に発展。 そもそも、なんでこれまで断るごとに平本蓮が朝倉未来に攻撃を仕掛けてきたのか。これを聞いている皆さんの中には、この二人の因縁っていつから始まったんだっけなんでこんなに揉めてるんだっけなんて思ってる方も多いんじゃないでしょうか。実は、この二人の関係は、最近よくある単なる付け焼き場の因縁ではなく、もう4年も前から始まっている壮大なストーリーなんです。 はい。ということで今回は、今、格闘技界で最も人気、知名度、求心力を持つ、平本蓮と浅倉美久留の因縁の始まりから、現状に至るまでの一部始終を、改めて皆さんと一緒におさらいし、今後も新たな展開を迎えるであろう、二人のストーリーをより楽しんじゃおうという動画になっています。はい。参考文献はこちら。主に、X と YouTube です。 さて、先ほど一連の出来事は4年もののストーリーという話をしましたが、そもそも平本蓮がライジンにやってきたのは2019年の年末になります。正しくは共同プロモーションとして行われたベラトールジャパンという大会でデビューすることになるのですが、今回はわかりやすく、ライジンとさせていただきます。平本蓮はもともとキックボクサーで、K1 を主戦場に活躍していました。 今でこそ、久保優太、孝治、アンポルキア、木村実、足沢隆生などなど、多くの K1 ファイターがライジンの舞台で活躍していますが、この2019年の段階では、非常に珍しい遺跡として大きな話題となりました。初参戦となったこの試合は、MMA ファイターの足田隆弘とのキックルールで行われ、自分にとって有利なルールということもあり、結果は平本蓮が危なげなく1ラウンド KO で勝利。試合後のインタビューなどを見ると、まだこの段階では、今後もキックボクシングをやっていく意向を示していました。 そこから数ヶ月が経った2020年の4月、朝倉みくるとの因縁が始まる最初のきっかけが訪れます。マーベルのデッドプールに噴した平本蓮が朝倉みくるの写真を貼り付けたサンドバッグを殴る。朝倉みくるを殴ってみた。という動画を公開しました。え平本蓮が朝倉みくるに喧嘩売ってるぞ。MMA に転校すんの 当時大きな話題になりました一方この頃朝倉未来はというと少し遡って2018年の「ライジン初参戦以降無傷の7連勝中で YouTube を始めてちょうど1年くらいが経過していた頃だったこともありまさに飛ぶ鳥も落とす勢いでしたつまり k 1から鳴り物入りで参戦してきた若いキックボクサーが MMA 界に現れたスーパースターに喧嘩を売るという構図でこのストーリーは始まったわけです この朝倉みくるを殴ってみたという動画は瞬く間に拡散され朝倉みくる本人もすぐに反応を示しましたそれがこちら今はこんんなな状況ででで試合もできないののどここかか？ジムをを借りててレフェリリーー入れてガチのスパーリングしませんかこちらの YouTube で撮影させてもらいますがあなたのライジン初戦より高いファイトマネーを僕が払いますというものでしたちょうどこの頃は世界的パンデミックの真っ只中だったので朝倉みくるも現実的な提案をしたわけですがそれに対し平本蓮はそんな橋田金はいらないです俺は みんなの前でミクル選手をぶっ飛ばしたいので、しっかりライジンでやりましょう。やる価値ないって言うなら、俺がしっかりパンチでグスタボ KO してからでもいいんで、と返信しました。しかし、この時はこれ以上の進展がないまま話は流れています。当時もこれはおそらく一時的な話題の一つに過ぎないと多くの人が感じていましたが、これをきっかけに平本レンによる浅倉ミクルへの攻撃がどんどんと激化していくことになります。 このきっかけから半年以上が過ぎた、2020年11月21日、大阪で開催されたライジン25で、朝倉ミクルと斎藤豊による初代ライジンフェザー級タイトルマッチが行われました。当時のライジンフェザー級は通称ミクル級とも呼ばれ、下馬評では連勝中の朝倉ミクルが圧倒的に有利とされており、多くの格闘家や格闘技ファンは、朝倉ミクルがこのベルトを獲得するものと思っていました。しかし、結果は斎藤豊の判定勝利、朝倉ミクルはタイトルを獲得することができませんでした。 そして一方、このフェザー級タイトルマッチの数日後、ついに平本蓮の MMA デビュー戦が発表されます。対戦相手は人気急上昇中の萩原京平ということで、記者会見から大きな話題となり、この大晦日の裏メインと呼ばれるほどの注目を集めました。平本蓮は試合までの期間、当然対戦相手の萩原京平にフォーカスしますが、関連のインタビューなどでは、この間のフェザー級タイトルマッチもつまらなかったじゃないですか、などと、どこか朝倉ミクるを挑発しているような発言を繰り返していました。そして来たる大晦日、この大会には、 11月のフェザー級タイトルマッチに敗戦した朝倉未来も緊急参戦しヤマスドミネーターサトシを相手に1ラウンド TKO 勝利を飾り復活ののろしを上げます一方で注目された平本蓮は萩原恭平の組みきやグランドコントロールに苦しめられ得意の打撃を披露できずに2ラウンドにパウンドアウトされてしまいますここまでビッグマウスでやってきたこともあって MMA は甘くないク来に喧嘩を売れるレベルじゃないなど厳しい言葉が集まりました 朝倉みくる自身も YouTube でエビもできないんじゃないのと寝技の基礎すらまともにできていないことを指摘し、まだまだ眼中にないことを示しました。萩原戦の敗戦の後、平本蓮はアメリカ合宿を決意します。敗戦直後こそおとなしかったものの、すぐに調子を取り戻し、アメリカ滞在中は自身の YouTube でテイクダウンラジオと銘打ったライブ配信を何度も行い、当然その中で朝倉みくるにも攻撃を繰り返していました。余談ですが、このライブ配信、めちゃくちゃ面白かったです。 そんな平本蓮はアメリカ滞在中後に堀口教授とベラトールでタイトルマッチを行うセルジオ・ペティスらとトレーニングを行いそこで信頼関係を築いたことで当日はセコンドも務めましたそしてペティスやトレーナーからも蓮の打撃は世界レベルだと称賛されるなど再びライジン参戦当初の幻想を取り戻していったのです一方で朝倉ク来は6月に東京ドームでクレベルとの対戦が決定しかしその結果は2ラウンドでキャリア初の失神 KO 負けを喫してしまいます この敗戦で意気昇した朝倉みくるは、試合直後のインタビューで引退をほのめかす発言をします。これに対し、ライジンの榊原 CEO や那須川天心など、多くの格闘家や関係者から少し休んでまた頑張ってほしい旨のメッセージが送られ、中でも堀口教授のみくるくん、格闘技やめないでほしいな、という X の投稿が大きな話題となりました。その後、動向が注目されていた朝倉みくるですが、4ヶ月後の萩原強平戦で復帰を果たします。 そしてその試合にしっかりと勝ち切ったところで当日解説を務めていた斉藤豊に再戦を打診2021年の大晦日の来イで1年越しのリベンジマッチが決定しますちなみにこの時点で斉藤豊はベルトを失っていたのでリベンジマッチはあくまでもワンマッチとして行われましたが1年前とはまるで違う展開を見せ見事朝倉美来が判定で勝利試合後のマイクではこれまでに見せたことのなかった安堵の表情を見せ来年は格闘技を頑張る年にしますと宣言もしました そうして2021年朝倉未来は2勝1敗という戦績を残すのですが一方で平本蓮は丸1年間レベルアップに勤しみ試合は行いませんでした2022年3月ついに平本蓮の MMA2 戦目が決定しますしかしここでも後のフェザー級王者鈴木千尋に敗れ痛恨の2連敗を喫しますこの時平本蓮は試合後に負けたけど負けてないという名言を残すも MMA0 勝2敗という厳しい現実を突きつけられます これを受けた朝倉美久留からは、来年の今頃の平本蓮の戦績を予想します。2勝4敗と竹林。すかさず平本蓮が、ピットブルとマッキーにはまだ勝てないけど、2勝のうちお前と萩原だよと返すも、おいおい冗談はやめてくれよ。あんなに弱いのに1年以内に俺と戦えるわけないだろうと言い返されてしまいました。痛恨の2連敗からおよそ4ヶ月後、平本蓮は怪物くんこと鈴木博明との対戦が決定します。 ちなみにこの大会は当初朝倉海がメインイベントに登場するはずでしたが直前に怪我を負ったことで急遽平本蓮がメインに抜擢されますそしてこの試合でついに平本蓮は MMA 初勝利をもぎ取りました正直試合内容は評価が上がるものではなかったものの勝利という一歩を踏み出したことで再び平本節が全開になり始めますそんな中朝倉美久留は2022年9月にメイウェザーとのエキシビジョンマッチが決定この試合については賛否があったものの 世界的スーパースターのメイウェザー参戦ということもあって、事前のプロモーションも豪華なものとなりました。その一つのハワイで行われた記者会見では、壇上に平本蓮が乱入。メイウェザーの通訳という謎の立場で、お前は俺ぐらい稼いでから調子に乗れ。と、メイウェザーさんが言っています。ダサい服のブランドを出してんじゃねえ。TMT を見習え。と、メイウェザーさんが言っています。などと、朝倉未来への挑発を繰り返しました。そして行われた超雷人 この試合で朝倉未来はキャリア初の、KO、負けを喫します。その後脳に負ったダメージを抜くために2022年の大晦日のライジンには出場しない意向を示すのでしたということでここまで平本蓮と朝倉未来の因縁関係について超深掘りしていますが2020年4月の朝倉未来を殴ってみたから約2年間なんとここでまだ半分です。 徐々に2人の関係がヒートアップしていることが感じられると思います次回後編では格闘技界を震撼させた平本蓮のディスノートから訴訟問題そして先日行われたヤーマンプロデュースのファイトクラブに至るまでの一部始終に触れていきたいと思いますのでぜひチャンネル登録と通知の登録をまたこの動画が良かったら高評価ボタンもぜひお願いしますそれでは後編でまたお会いしましょうご視聴ありがとうございました